石破総理大臣は27日投開票予定の衆院選に向け、裏金問題に関わった議員について、比例重複を認めず一部は公認もしない方針を示し、安倍派を中心に強い反発が出ています。中継です石破総理が突如示した基準では、およそ40人の安倍派議員が比例重複を認められず、逆風の中迎える選挙で復活当選もできない。 政治生命を左右する事態となっています。安倍派内からは半年前にこの厳しい処分が出ていれば、自民党を出ることも検討できた。なぜ同じ処分で2度も処分、同じ問題で2度も処分されるのかなどと戸惑いの声が上がっています。さらにこの一方を受け、出馬を見送る考えを示し、政見放送の収録を取りやめる人まで現れるなど党内は混乱しています。 一方裏金には関与していない議員からは党内の融和より世論を選んだということだと評価する声が上がっていますしかし当然反感は買うだろう一触即発になりかねないとして政権運営を危ぶむ声も上がっています野党側は今回の対応について極めて不十分だと批判を強めていて午後からの代表質問でも石破政権の政治姿勢を追求する考えです まあ今6人の方がえ非公認ということですけれども、まあ、あのこれは本当にこの一部の非公認だけで果たして国民の皆さんの理解が得られるのかということは問われるんだろうと思っています。裏金に関与した議員の処分をめぐって自民党内は分裂の様相を呈していて選挙の結果次第では石破卸に発展することになります。